指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木伸之です。ブログでも取り上げたんですけど、いよいよ夏休みが終わってね、まあお盆休み終わったでしょ。こういう休みの後って実際しゃぶえんだよな。いや本当残念なんだ。でこの後学校がね始まると今度は子どもの自殺も増える。令和3年度の自殺者数がだいたい2万1000何人ぐらいでした。若干こうだんだん減少傾向に来てたんだけど、これはね東京大学の出展の、ね、データで令和2年から3年を経て今年の6月まで、まあ、コロナの影響で、亡くなった、つまり経済的なね、この子供とか入ってないよとなると8000人ぐらいだろうと。で、これは間違いなく年内に1万人いきますよねっていうような試算をね、大学の方で、研究者の人たちが出した。まあその中でも特に20代女子が多い。これ鈴木のブログにグラフ出てます。でなんで20代の女性が死んじゃうかっていうと、非正規雇用率高いわけですよ。で貧困層ね、の率も高い。やっぱり20代の女性で、スキルがそんなにあるわけじゃない、資格があるわけじゃない、で非正規雇用だと。で近くにさお父さんお母さんいれば、助けて、ちょっと食べるもんないとかさ言えるけど、でも東京や大阪や名古屋やね、大都会に出てきてたらそうはいけないよね。またたくましい女性はさ、もう昼間だけじゃ当然給料安くて、食べていけない。だから私は夜も昼も、両方働くて、夜水商売やったりね。たくましい女性もいるよ。でもそういう女性ばかりじゃないから、そうするとああもうこんな生活やだと、コロナにかかってなんかやる気もなくなったし、いくら働いたってボーナスあるわけじゃないし、物価はどんどん上がっていくし、スパゲティ、買おうと思ったらこんな高くなってる、今度は野菜も高くなってる、まあ、とてもじゃないけどもう生きてるの嫌だなーなんて思わないでほしいんだ。でもそういう女性がねこれだけいた。この女性が20代の女性が特に多い。だから一番弱いところなわけですよ。自殺全体でいうと僕らの年もね、男性は今度は多くなってくる。だけどさ20代の女性なんてさ、僕の子供だよ本当にね。お父さん多分僕よりちょっと年上ぐらいの人たちだと思う。そういう人たちがさ、せっかく育てて、立派な大人になったと思ったら死んじゃったなんてさ、こんな悲しいことないよ。本当悲しいよ。だから死なないでほしい。人生100年時代で1年2年3年棒に振ったところで、100分の1でね、なんつことないんだから。で行政は助けろよ。行政は助けなきゃね。外国人の企業に1500万も東京都出してる場合じゃないよ。日本人助けろっていうのは、コロナと非正規雇用とね、こういう影響で今どんどん、物価が上がってね、円安になって、で野菜も上がって、そりゃ生きづらいよ、生活できないよ。だからって死なれたらね、20代の女性生きてたら子供を産んでくれたらどれだけ将来の20年後の日本のためになるかね。行政はちゃんと守らなきゃ。日本人、そしてこれから学校が始まります。夏休みとかね、ゴールデンウィークとかあげると子供たちが自殺するんですよね。行かなくていいから、
2年や3年サボったって何でもないからね。ね、鈴木の本ここにも書いてあるけど、鈴木なんか高校1年で首だよ首、中退ね、退学した。バイクの免許取っちゃいけないのに、バイクの免許取って、ドジだから車とぶつかって事故を起こして入院して、包帯ぐるぐる巻きで学校行って、教頭先生に、あ、クビになるってもう分かってるからやめます、退学しますって言ってね、その時はもう親呼ばれて退学して、それでもさ、一生懸命右翼活動も頑張った、政治活動も頑張った、そしたら参議院選挙に出た、区議会議員になれたら当選できんだよ。そんなことマイナスでも何でもないから、鈴木人生ね、この本見て、この本の中、逮捕されたりね、ろくなことしてないけど、区議会議員にもなれんだから、それ考えたら、9月になって学校行かなかったら行かなくていいよ、休んじゃっていいから休んじゃえ、なんてことないよ、そんなことね、長い人生の中ではなんてことない。もし子供、僕も鈴木も子供3人いるけど、子供に死なれたら親はたまらないよ、親は悲しくてたまらない、だから、悲しませないでほしいね、絶対にもし、学校の先生がいじめを何も取り上げてくれないっつったら、鈴木に連絡ください。この間もね、ある学校乗り込んで、先生と話しました。ね、こういうことをさ、鈴木はやるからね。そして仕事だってもう行きたくないと思ったら休んじゃえばいいじゃん。行政助けろよ。日本人助けようよ。ね、子供少ないんだから子供守ろうよ。ね、若い女性これから、未来のため子育てしてもらわなきゃいけないよ、お母さん守ろうよ、鈴木はそのためにね、まだまだ頑張りますからね。